縄潮風です。東京から北朝鮮に逃れる拉致被害者の皆さん、さまざまな事情で北朝鮮から逃れなくなった皆さんに放送を通じて呼びかけを行っています。この番組は日本の民間団体である特定失踪者問題調査会が多くの方々のご支援を受け団体放送でお送りしています。もしこの時間と周波数の放送が聞こえなくなった場合には、チューニングを調整したり、この前あるいは後の時間に放送を探してみてください。潮風の放送内容は、日本語による失踪者、拉致被害者の名前の読み上げ、ご家族からのお手紙の代読と直接のメッセージ、朝鮮語、英語、中国語による失踪者、拉致被害者の名前の読み上げと、日本語、朝鮮語、英語によるニュース解説番組の放送です。拉致被害者の皆さんにはこれまで放置してきたことをお詫び申し上げます。必ず帰っていらっしゃいます。それ以外の方々も自由に日本に戻ることができるように努力しています。もう少しの間頑張ってください。もし皆さんの情報を大チャンネル経由で日本に送れる可能性がある場合には、東京中央郵便局。